お腹も気になるけど腕も気になる、足も気になるけどお尻も気になる、そういった方は筋肉のバランスが関係しています。気になる部位を使っても変わらない原因は胴体部分にあるんです。お腹が出てしまうと必ず反り腰になる、体のラインが崩れていく。そうなるとそのまま食事管理しても綺麗に痩せないんです。今回はその中でもおすすめな厳選された3種目、プッシュクランチ、スイムレッグレイズ、ハムストランジ、この3種目を各20秒2セットずつ行っていきましょう。ギリギリ行える秒数、なんとか頑張れるセット数になってますんで、皆さん一緒に頑張っていきましょう。まずはプッシュクランチから行います。足を90度に曲げた状態で肘を伸ばして膝を触っておきます。このまま体をぐーっと起こしたら10秒キープして戻ります。これを2回、息はできるだけ長く吐きましょう。スタート。どんどん息を吐きます。できれば10秒、自分のペースで降りてまた起きましょう。肘しっかり伸ばして膝を押さえる感じです。お腹をどんどん引っ込めて OK。 これをもう1回するだけです。いきましょう。スタート。できれば膝は手前、手は押します。腰を床つけてお腹を引っ込めて、そういう感じ。頑張って、いけるいける、頑張ってキープして、お腹どんどん引っ込めて、よーし OK。 ガー、効きますね。次はスイムレッグレイズです。足を伸ばしたら曲げて膝をパカッと開いたら閉じながら動かします。股関節をしっかり開くことで反り腰が解消されます。これを20秒間動かしていきます。息はできるだけ長く吐きます。いきましょう。スタート。できるだけ開いたらゆっくり閉じる。足伸ばした時に腰がね、できるだけできないように引っ込めてください。はい、 OK。 これがね、下腹ぽっこり解消におすすめな動きが全部入ってます。2回目いきましょう。スタート。膝を抱えたら下腹と腰のストレッチ、股関節を開いたら中殿筋、小殿筋が使えます。腰を床つけて息を長く吐けば腹横筋が鍛えられます。お腹引っ込みます。 OK。 それでは今度は立ってハムストランジを行います。ランジというと基本はこのように足を並べて上下に動く運動ですが、これは日頃使いすぎている太ももの前側を使いやすいので、今回はこの状態から前足を後ろに動かしてもも裏を使っていきましょう。これを各足20秒、辛かったら膝の高さを変えながら行ってください。いきましょう。スタート。前足の膝をピッと伸ばす感じ。ももの裏がね、伸びてるよ、使ってるよって感じがあればバッチリ。あんまり膝が出るとね、前腿も効きますんで。はい、OK。反対も一緒です。いきましょう。スタート。お尻を引くっていうよりは膝を伸ばすっていうイメージです。くわー、スライスした手でね、腿を触りながらでもいいです。伸びる。はい、OK。 ちょっと足をね、ブラブラ震わして、あともう1セットです。さあ、行きましょう。行きましょう。スタート。ぐっとね、膝の裏、もも裏を伸ばして床しっかり踏んで、もも裏使っていきましょう。
い、オッケー。さあラスト頑張っていきましょう。スタート。どっちか難しいよっていう人はね、股関節がね片っぽ前に出てる場合があるんで、こういった動きをね同じようにすると思いますんで、よいしょ、 OK。 やってみたよって方はグッドボタンと感想を教えてください。